もう一つの世界に隠された秘密が描かれていることにちなみまして家族に隠している秘密ですちょっとここで、ね、発表していただいちゃうんですけれどもじゃあまずは鈴木さんからいきましょうか「はい、家族に、えー、隠ししていいいる秘密お願いいたしますストレンジワールド」の結末はまだ話してないです。 そうなんですねから秘密がなくって、うん、で家族にめちゃくちゃ話すんですよ、ちゃんとで両親と普通に話しますしなんか相談事とかあったらちゃんと話しなさいっていう親なのでコミュニケーションもめちゃくちゃ取っているので、はいうん、言ってないことなんだろうなってめちゃくちゃ絞り出した結果あストレンジワールドの台本は多分読んでないし結末知らないんじゃないかなと思ってますね<え> <laughs> でも確かにこれを言ってしまうと <laughs> 一番ねこう面白い部分ですからね。そうですね。なのでこれは劇場で絶対に言わないで冷めちゃうから。はい言わないです絶対に言わないです。はい。ありがとうございます。原田さんいかがでしょうか。僕ねちょっとあ違ったなと思ったんですけど、貯めていたお金手作りってことです。生々しいもん。そうリアルな感じで。これもう隠していた秘密ですね。あもうずいぶん前。 子供がまだ本当にちっちゃかった時にううあの夫婦で貯めていたお金があったんですけれども、はい、それをあの奥さんに黙って使い込んじゃったんですよね。<laughs> である日ばれて<う>奥さんが本当に泣きながら怒って<う>で僕が謝ってで許してくれなくて土下座して謝ってで子供がそれ見て<う>お馬さんだと思って登ってきたんですよ。<laughs> そういう話です。<laughs> そういう話。<ええ S 2> そうなんですね。だからそのそれからあの隠し事はよくないと思って、<ええ S 1> やめてます。あ、じゃあもう今はすべてオープンにして。オープンです。全部あの奥さん任せにしてます。さ <laughs> <laughs> そんなエピソードをここで公開していただいてありがとうございました。鈴木さんいかがですかこの原田さんのエピソードを見てや。や貯めていたお金をまあ使いこんじゃうのはよくないですけど、<laughs> <うん S 2> でもね今ねそうやって。 ちゃんと隠し事なしでやられてるっていうのはすごい素敵ですありがとうございます <laughs> 絶対あの子供がちっちゃい時土下座しちゃダメだよわかりました<の>大間さんになっちゃい、はい、あの子供がね生まれたら気をつけます <laughs> お願いします <laughs> <laughs> ありがとうございます